それでは先生方ご一礼をお願いします。どうぞご着席ください。予定の時刻となりました。ただいまより2020年度春学期関西学院大学卒業式大学院学位記授与式を執り行います。最初にオルガンの前奏を聴きながら式に備えて心を整えましょう。招きの言葉、私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに置く。あなた方は我が民となり、私はあなた方の神となる。それではご着席のままで、賛美歌493番、慈しみ深いを歌います。着席のまま一節分オルガンの前奏を聞いた後で、先ほども申しましたようにマスクをつけたまま音量を落として一番の歌詞だけで歌います。それではお願いいたします。聖書の言葉を聞きましょう。式次第に記されております聖書の言葉をご覧ください。最初に旧約聖書詩編121編1節から8節まで。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。あなたの出立つのも帰るのも主が見守ってくださるように。
今もそして常しえに。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙5章の1節から5節まで。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。それでは祈祷をお捧げいたします。どうぞ皆さん黙祷の姿勢をお取りくださり、祈りの言葉に心を合わせてください。祈ります。愛する天の神様、私たちは今日こうして卒業式並びに学域授与式の時を持とうとしております。関西学院大学そして大学院において勉学に励み、本日その良き学びの証として学域を受けられる一人一人の歩みをここまで支えてきてくださいましたことを心より感謝いたします。大学また大学院での学びを礎として、これから社会へと巣立っていかれる一人一人が建学の精神、そしてスグルモットであるマスタリオファサービスを体現しつつ社会にまた世界に羽ばたいていくことができますように、また関西学院での学びに誇りを持ってこれからの日々を歩んでいくことができますように、あなたが守り導いてください。どうぞまた今日巣立っていこうとされている一人一人を支えてこられたご家族と周囲の方々をあなたが豊かに祝福してください。また大学大学院で指導に当たられた先生方の働きを合わせて祝してくださいますようにお願いをいたします。言い尽くしません感謝と願い、私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは式辞を関西学院大学学長村田修先生よりお送りいたします。皆さんご卒業おめでとうございます。関西学院大学から今日社会に船出をされる皆さんに心からお祝いを申し上げたいと思います。またこれまで支えてこられましたご家族の方々にもお祝いを申し上げたいと思います。本日関西学院大学を巣立っていかれるのは学士学域受領者206名、修士学域受領者7名、専門職学域受領者34名、博士学域受領者4名の合わせて251名の学域授与式をここで執り行います。今年は新型コロナウイルス感染症の拡大のために本学を含め多くの大学で春学期の授業が対面で実施できず、原則オンラインでの授業となりました。皆さんにとっては最後の学期にこのような事態になり寂しく感じられていることも多いと思います。現在の状況は一時的な状況ではありますが、新型コロナウイルス感染症の収束後のポストコロナの世界におきまして、皆さんが大学時代に培った能力や資質がますます価値を持ってくると考えています。新型コロナウイルスや感染症の拡大によってテレワークや大学でのオンライン授業など今後ますます IT 化が進むと考えられます。さらに AI の発達と相まってソサエティ 5.0 の社会への加速がさらに進むと考えられます。また企業の社会的な役割の見直しも進み、 SDGs、ESG 投資などこれからますますその取り組みが本格化してくると考えられます。その中にあって企業を含め社会の価値観が今少しずつ変わりつつあります。マーケット重視の個人主義からテレワーク等の経験によって
人間は一人では生きてはいけない、あるいは人のために貢献したい、社会を良くしたいといった若者が増えているというふうに聞きます。この人のために貢献したいという、あるいは社会を良くしたいという考え方は、本学のスクールモットー、マスタリー・フォー・サービスそのものではないでしょうか。皆さんが関西学院大学で学んだ知識や生き方、それをまさに今社会が求めているのではないでしょうか。どうか学生時代に得た多くの経験を生かして、この激動の世界を生き抜いていってほしいと思います。この変化する社会に翻弄されるのではなくて、皆さんが自ら社会をより良い方向に導いていってほしいと思います。そのためには、社会に出てからも学生時代と同様に、勉学をし続けることが極めて重要と考えます。時代に先駆けて、絶えず自己を鍛え、進化、成長させることが必要となると思います。世界や社会がこれからますます変化を加速させるときに、組織はもとより、一人一人がそれに合わせて進歩していかなければなりません。そのために絶えず技術、あるいは世界のについての科学的な知見を吸収し続ける学びが重要と考えます。大学で身につけた資質、能力をもとに、社会に出たときにこそ、これから新しい勉学とチャレンジが始まるのだというふうに認識してほしいと思います。皆さんには無限の可能性があります。既存の考え方にとらわれることなく、困難と思われることにも真正面からチャレンジをしていってほしいと思います。決して諦めず、失敗してもまた起き上がって粘り強くチャレンジをしていってほしいと思います。そして最後に最も重要なことですが、自己を進化させながら身につけた知見やあるいは能力を世界人類のために役立ててほしいというふうに思います。地球規模の課題を絶えず念頭に置きながら、目の前の仕事との関係を意識し、社会と人類に貢献することを忘れないでほしいと思います。この精神を表したのが、先ほども述べました、関西学院大学のスクールモットー、マスタリー・フォー・サービスというこの言葉です。奉仕のための連達と訳されるこのスクールモットーは、初代学長に就任されましたベース先生によって提唱されたものです。これを説明した文章の中で、ベース先生は次のように書かれておられます。我らは弱きを欲しない、強からんこと、主足らんことを願う。しかし我らが主足らんと願う目的は、己個人の富を積むことではなく、世に仕えることでなくてはならない。まさに今、このコロナの後、ポストコロナで求められている世界が、これから向かうべき社会を描いているのではないでしょうか。社会や世界の変化に対応するために自己を鍛え、そしてその成果を自分のためだけではなく、世界人類のために役立ててほしいと心からお願いをしたいと思います。このことを肝に銘じて、関西学院大学の卒業生としての誇りを持って、社会で活躍してほしいと心から願うものです。最後にもう一度、卒業おめでとうございます。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、学域の授与に移ってまいりますが、準備ができますまでしばらくお待ちください。それではただいまより卒業証書学士学域の授与を行います。各学部の代表者の方のみ登壇していただきます。同じ学部の卒業生の方々はその場でお立ちください。最初に新学部からは2名の方が卒業されますが、浅田文也さん代表者です。どうぞご登壇ください。
学域浅田文也、本学進学部所定の課程を修了したので学士進学の学位を授ける。2020年9月16日、関西学院大学進学部長中道元、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。次に文学部に移ります。文学からは17名の方が卒業されます。文学部の卒業生の方はどうぞその場でご起立ください。代表者は栗林花さんです。どうぞご登壇ください。学域栗林花、本学文学部文学言語学科所定の課程を修了したので学士文学の学位を授ける。2020年9月16日、関西学院大学文学部長片山純一、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。どうぞお座りください。次に社会学部に移ります。社会学部からは19名の方が卒業されます。社会学部の卒業生の方はどうぞご起立ください。代表者は高島真子さんです。どうぞご登壇ください。学域高島真子、本学社会学部社会学科所定の課程を修了したので学士社会学の学位を授ける。2020年9月16日、関西学院大学社会学部長森康俊、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。どうぞご着席ください。次に法学部に移ります。法学部からは42名の方が卒業されます。法学部の卒業生の方はどうぞご起立ください。代表者は柳井大賀さんです。どうぞご登壇ください。学域柳井大賀、本学法学部法律学科所定の課程を修了したので学士法学の学位を授ける。2020年9月16日、関西学院大学法学部長内山英一、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。どうぞご着席ください。次に経済学部に移ります。経済学部からは49名の方が卒業されます。経済学部の卒業生の方はどうぞその場でご起立ください。代表者は吉田晴美さんです。どうぞご登壇ください。学域吉田晴美、本学経済学部所定の課程を修了したので学士経済学の学位を授ける。2020年9月16日、関西学院大学経済学部長豊原紀彦、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。どうぞご着席ください。次に商学部に移ります。商学部からは31名の方が卒業されます。商学部の卒業生の方はどうぞその場でご起立ください。代表者は前田康介さんです。どうぞご登壇ください。
学域前田康介、本学商学部所定の課程を修了したので学士商学の学位を授ける。2020年9月16日関西学院大学商学部長岡田大使、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。どうぞご着席ください。次に理工学部に移ります。理工学部からは3名の方が卒業されます。理工学部の卒業生の方はどうぞご起立ください。代表者は徳島健人さんです。どうぞご登壇ください。学域徳島健人、本学理工学部情報科学科所定の課程を修了したので学士情報科学の学位を授ける。2020年9月16日関西学院大学理工学部長北原和明、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。どうぞご着席ください。次に総合政策学部に移ります。総合政策学部の卒業生の方はどうぞご起立ください。代表者は武田美優さんです。どうぞご登壇ください。学域武田美優、本学総合政策学部都市政策学科所定の課程を修了したので学士総合政策の学位を授ける。2020年9月16日関西学院大学総合政策学部長古川康弘、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。どうぞご着席ください。人間福祉学部からは2名の方が卒業されますが、本日はお二人とも欠席されています。次に教育学部に移ります。教育学部からは9名の方が卒業されます。教育学部の卒業生の方はご起立ください。代表者は久保田理央さんです。どうぞご登壇ください。学域久保田理央、本学教育学部教育学科所定の課程を修了したので学士教育学の学位を授ける。2020年9月16日関西学院大学教育学部長今津谷直子、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。どうぞご着席ください。次に国際学部に移ります。国際学部からは5名の方が卒業されます。卒業生の方はどうぞご起立ください。代表者は野見由衣子さんです。どうぞご登壇ください。学域野見由衣子、本学国際学部国際学科所定の課程を修了したので学士国際学の学位を授ける。2020年9月16日関西学院大学国際学部長平林貴弘、関西学院大学長村田治、おめでとうございます。どうぞご着席ください。続きまして複数分野専攻生修了証書を授与いたします。複数分野専攻生は2つの学部に所属しているように複数の専門分野を学べる本学独自の制度でありますが、今回は2名の方が修了されています。修了者の方はどうぞご起立ください。代表者は国際学部の所属で副専攻プログラムマーケティングを修了されました弓良美桜さんです。どうぞご登壇ください。
複数分野専攻制修了証書、井村美代、あなたは所定の単位を習得し、本学表記プログラムの課程を修了したことを証明します。2020年9月16日、関西学院大学長、村田修、おめでとうございます。どうぞご着席ください。続きまして、実践型世界市民育成プログラム修了証書を授与いたします。今回は2名の方が修了されています。修了者の方はどうぞご起立ください。代表者は総合政策学部の所属でグローバルリーダーコースを修了されました大西隆弘さんです。どうぞご登壇ください。実践型世界市民育成プログラム修了証書、大西隆弘。あなたは所定の単位を習得し、本学表記プログラムの課程を修了したことを証します。2020年9月16日、関西学院大学長、村藤さん、おめでとうございます。どうぞご着席ください。続きまして、修士学域の授与を行います。先ほどと同様、代表者にのみ登壇していただきます。同じ研究科の他の修了者の方はどうぞその場でお立ちください。まず社会学研究科からは1名の方が修了されますが、本日は欠席されています。続きまして、理工学研究科からは4名の方が修了されます。理工学研究科の修了者の方はどうぞご起立ください。代表者はザカリア・リキさんです。どうぞご登壇ください。学域ザカリア・リキ、本学大学院理工学研究科博士課程前期課程生命医科学専攻所定の課程を修了したので、修士国際自然科学の学位を授ける。2020年9月16日、関西学院大学大学院理工学研究科委員長北原和明、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。どうぞお座りください。続きまして、人間福祉研究科からは1名の方が修了されます。シン・ナムギョンさん、どうぞご登壇ください。学域シン・ナムギョン、本学大学院人間福祉研究科博士課程前期課程人間福祉専攻所定の課程を修了したので、修士人間福祉の学位を授ける。2020年9月16日、関西学院大学大学院人間福祉研究科委員長武田城、関西学院大学長村藤さん、おめでとうございます。続きまして、言語コミュニケーション文化研究科からは1名の方が修了されます。木下若菜さん、どうぞご登壇ください。学域木下若菜、本学大学院言語コミュニケーション文化研究科博士課程前期課程言語コミュニケーション文化専攻所定の課程を修了したので、修士言語科学の学位を授ける。2020年9月16日、関西学院大学大学院言語コミュニケーション文化研究科委員長上田和彦、関西学院大学学長村田修、おめでとうございます。引き続きまして、専門職学域の授与を行います。最初に経営戦略研究科経営戦略専攻30名の方が修了されます。修了者の方はどうぞご起立ください。代表者は安藤正弘さんです。どうぞご登壇ください。
学域安藤正弘、本学大学院経営戦略研究科専門職学位課程経営戦略専攻、所定の課程を修了したので経営管理修士専門職の学位を授ける。2020年9月16日、関西学院大学大学院経営戦略研究課長佐竹孝之、関西学院大学長村田治、おめでとうございます。どうぞご着席ください。続きまして、経営戦略研究科会計専門職専攻、4名の方が修了されます。修了者の方はどうぞご起立ください。代表者は長谷川実さんです。どうぞご登壇ください。学域長谷川実、本学大学院経営戦略研究科専門職学位課程会計専門職専攻、所定の課程を修了したので会計修士専門職の学位を授ける。2020年9月16日、関西学院大学大学院経営戦略研究科長佐竹孝之、関西学院大学長村田治、おめでとうございます。どうぞご着席ください。また今回国連外交構想1名の方が修了されていますが、本日は欠席されています。引き続きまして、博士学位の授与を行います。博士学位の授与者の方々につきましては全員のお名前をお呼びしますので、その場でお立ちください。なお博士論文の題目はお手元のプログラムに添付してありますので、どうぞご参照ください。まず最初に理工学研究科広報2名の方が修了されます。お名前をお呼びします。若松勝弘さん、ナワリー・ヘルマナスさん。代表して若松勝弘さん、どうぞご登壇ください。学域若松勝弘、本学大学院理工学研究科博士課程後期課程物理学専攻、所定の課程を修了し、博士論文の審査並びに最終試験に合格したので博士工学の学位を授ける。2020年7月23日、関西学院大学大学院理工学研究科院長北原和明、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。どうぞご着席ください。続きまして、言語コミュニケーション文化研究科広報1名の方が修了されます。チェ・ウンギョンさん、どうぞご登壇ください。学域チェ・ウンギョン、本学大学院言語コミュニケーション文化研究科博士課程後期課程言語コミュニケーション文化専攻、所定の課程を修了し、博士論文の審査並びに最終試験に合格したので博士言語コミュニケーション文化の学位を授ける。2020年7月29日、関西学院大学大学院言語コミュニケーション文化研究科院長上田和彦、関西学院大学長村田治、おめでとうございます。続きまして、経営戦略研究科広報1名の方が修了されます。細見真嗣さん、どうぞご登壇ください。学域細見真嗣、本学大学院経営戦略研究科博士課程後期課程先端マネジメント専攻、所定の課程を修了し、博士論文の審査並びに最終試験に合格したので博士先端マネジメントの学位を授ける。2020年9月16日、関西学院大学大学院経営戦略研究科長佐竹孝之、関西学院大学長村田さん、おめでとうございます。
ご着席ください。以上、学士系206名、複数分野専攻生修了者2名、実践型世界市民プログラム修了者2名、修士計7名、専門職計34名、国連外交コース修了者1名、博士計4名の方々に学位並びに修了証書が授与されました。皆さんどうもおめでとうございました。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。関西学院は現在幼稚園から小学校、中学校、高等学校、短期大学、そして大学、大学院へと総合学園を形成しております。総合学園としての本学をキリスト教主義の教育理念のもとに束ねるものとして、関西学院には創立当初より院長という職が置かれております。それでは院長の船木丈先生よりお祝いの言葉をお送りいたします。よろしくお願いします。皆様、本日はご卒業、また学位を取得されましたことを心からお祝い申し上げます。本当におめでとうございます。また、それぞれの背後にあってお支えいただいたご家族、ご指導いただきました教職員、スタッフの方々に心から感謝を申し上げますとともに、お祝いを申し上げたいと思います。今回はご家族の方々、あるいは関係者の方々に直接この場所にご参列いただくことは叶いませんが、映像にてこの場の雰囲気を感じていただければ幸いであります。昨年の4月から関西学院はキャンパスが8つになり、また来年度2021年度から神戸三田キャンパスの再編が始まりますけれども、それに向けての準備も進んでいる中、日本におきましても2月の後半から新型コロナウイルス感染症拡大の影響が大きくなり、関西学院も2月22日に実施された高等部の卒業式を最後に、卒業式、入学式の縮小、あるいは中止という形になってしまいました。特に大学、大学におきましては、卒業式も入学式も中止という形で新年度が始まり、また春学期の授業は、先ほど村田学長も述べられましたように、原則オンラインという形での実施となり、本日ご卒業を迎えられた皆様も、最後の学期が通常とは違う形で、このような形で進んだこと、今それぞれさまざまな思いを抱いておられることと思います。今回の感染症によって犠牲となられた方、そのご遺族、関係者、現在逃亡中の方々、またその収束に向けて直接間接にさまざまな努力を続けておられる方々のことを覚えつつ、皆さんの前にはこれまでとは異なる考え方や社会の在り方、仕組みなどを創造していく新たな時が始まることに、今改めて共に思いをいたしたいと思います。日本では2月から誰も想像しなかったこのような時が始まり、現在も継続中でありますけれども、その時から今日までの時を含めて、関西学院での学び、研究、出会い、そうしたものを通じて皆さんにはどのような変化、あるいは成長があったでしょうか。また関西学院での一日一日の時を通じて得たものを、これから皆さんの前に広がっている長い人生の中でどのように生かそうと考えておられるでしょうか。先ほど申しましたように、今回の感染症によって私たちがこれまで当たり前であると考えていたことがそうではなかったり、逆に当たり前であるのに気づいていなかったりしたさまざまな現実に誰もが遭遇したのではないでしょうか。例えば顔と顔とを合わせてコミュニケーションを取ったり、ハグをしたり、握手をしたり、そういうことをして信頼の情を示すことが、実は今回の感染症のみならず、いわゆる感染症を拡大していくリスクをはらんでいることが明らかになりました。逆にこの世界のすべての人が、実はいろいろなところでつながっており、自分一人だけ、あるいは我が国だけが
平和で豊かである、そういうことはありえない、そういうような現実、そしてさまざまな方々の日ごとの働きによってこの世界は動き、そして維持されているという当たり前の現実に私たちは改めて気づかしめられたことと思います。そして今回改めて私たちを隔て真の豊かさや平和を阻害している経済格差や教育格差、国家間の格差など存在していた垣根や壁が改めて浮き彫りになったのではないでしょうか。関西学院は昨年130周年、またここ上原キャンパスに移転をして90周年の記念の年を迎えましたけれども、今年はそれまでアメリカ南メソジスト監督教会、そうしたウォルター・ラッセル・ランバス宣教師を送り出した教会でありますが、そこの単独経営であったのですけれども、その関西学院にカナダメソジスト教会というグループが経営に加わってくださり、2つの教会組織によっての共同経営が始まって110年の時を迎えます。その時にマサリフォーサービスを後に提唱されるとなる CJL ベイツ宣教師も関西学院に赴任され、その10年後、ちょうど今から100年前に第4代院長に就任されました。ベイツ院長はその後大学昇格に向けてキャンパスをここ上原キャンパスに移転をする、そしてアメリカ、カナダに赴き大学昇格への援助を依頼してくださり、そのご努力の結果1932年に関西学院は無事大学昇格が認められ、そしてこの CJL ベイツ宣教師、当時は第4代院長でもありましたけれども、初代の学長を兼務されるということになりました。このベイツ院長が残されたもう一つの言葉に、ここ上原キャンパスに関西学院が移転した際、当時キャンパスには垣根や壁がありませんでした。その様子を表して We have no fence、 あるいは We have no fences という言葉を述べられました。ただこの言葉は単なるキャンパスの形状を表現したにとどまらず、関西学院で学び働く者が想像すべき社会の在り方が象徴的に表現されていると思います。今回の感染症、このことで一層明確となった私たち社会の平和豊かさを阻害している有形無形の垣根、壁の存在、関西学院で学ばれまた研究された皆様は、そこで培った力をぜひ不要なフェンスを取り除くために使っていただきたいと思います。現在ウィズコロナ、アフターコロナと呼ばれる新たな社会、世界の在り方をこれから皆さんは想像していかれます。ここ関西学院で培われたさまざまな力、経験、学び、それはこれからの皆さんの歩みにとって大変大きな支えとなることを信じて、それぞれの歩みを続けていただきたいと思います。最後に大学昇格時にベイツ院長が皆さんに贈られた言葉を最後にここで皆さんにも贈りたいと思います。それは Launch out into the deep、 Launch out into the deep、 皆さんの前に広がる無限の可能性に満ちた大海原に、どうぞ自身と関西学院で学んだた誇りを持って漕ぎ出していただきたいと思います。これからも皆さんの心身の健康と働きが神様に守られて豊かな歩みが続きますように心から祈っております。では最後に共に祈りを捧げたいと思います。その目を閉じて祈りの言葉に心と思いを合わせてください。祈りましょう。恵みと慈愛に富みたも天の神様、今日ここ関西学院での学び研究を終え、新たな歩みへと踏み出す一人一人のこれからの人生を、日々をそうとあなたが豊かに守り導いてください。新型コロナウイルス感染症という、これも私たちが経験したことのない大きな試練を私たちは目の前にして、さまざまな努力を持ってこの時を歩んでおります。どうかこれから始まる新しい一人一人の歩みが、このような状況の中におきましても、それぞれに与えられた豊かなタレントを生かし、そして社会にまた人々に良い形で奉仕をし尽くす、
そのような歩みへとつながりますように導いてください。関西学院に連なる人一人、どうぞあなたによって守られていること、そのことを信じ、いつも勇気と希望を失わずに、この歩みを続けることができますように導いてください。今日から始まる卒業生の皆さんの歩み、その背後にあるご家族の歩みを、これからもあなたを豊かに守ってくださいますように、この尽くせの天祈りと感謝を、尊いまつる主イエス・キリストの御名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。どうもありがとうございました。それでは皆さん、どうぞご起立ください。賛美歌88番、心に愛をご一緒に歌いましょう。その後、祝祷、構想を持って、本日の卒業式、学域授与式を終了いたします。祝祷いたします。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、今関西学院大学並びに大学院での学びを終え、社会に歩み出そうとする卒業生、修了者お一人お一人の上に、またその歩みをこれまで支えてこられたご家族の上に、そしてまた関西学院に連なるすべての方々の上に、今も後も常しえに豊かにありますように。アーメン。どうぞご着席ください。それでは最後に、着席のままで、これまでの学びの日々を思い起こしながら、校歌空の翼をお聴きください。以上をもちまして、2020年度春学期
関西学院大学卒業式大学院学域授与式を終了いたします。改めまして卒業生修了者の皆様、本日は誠におめでとうございます。ここで壇上の出席者のご紹介をさせていただきます。お名前をお呼びしますので、その場でお立ちいただきご一礼をお願いいたします。最初に村田修学長です。船木常院長、中道元進学部長同研究会委員長、片山純一文学部長同研究会委員長、森康俊社会学部長同研究会委員長、内山英二法学部長同研究会委員長、豊原紀彦経済学部長同研究会委員長、岡田大志商学部長同研究会委員長、北原和明理工学部長同研究会委員長、古川康弘総合政策学部長同研究会委員長、武田城人間福祉学部長同研究会委員長、今津谷直子教育学部長同研究会委員長、平林隆弘国際学部長同研究会委員長、上田和彦言語コミュニケーション文化研究会委員長、野田照久司法研究課長、玉田俊平太経営戦略研究科副研究課長。エコー列に移ります。加藤悟副学長、宮田幸男副学長、富田浩二副学長、小菅正信副学長、長峰純一副学長、日浦直美副学長、柳谷隆康副学長、田和正隆大学図書館長。最後にオルガン伴奏は関西学院チャペルオルガニストの坂倉明子先生、指揮は大学宗教主事の峰重が担当いたしました。それでは壇上者はこれで退場させていただきます。壇上の皆さん、どうぞご起立ください。ご一礼をお願いいたします。どうぞご退場ください。どうぞ皆さん拍手でお見送りください。